こんにちは。すべてはちょっとで大丈夫。脳科学ストレッチの夏久です。今日は内ももが細くなる内転筋のエクササイズを行っていきます。で、今日はちょっとタオルを使って簡単にできるエクササイズを行っていきます。はい、じゃあ実際にこういうふうなスポーツタオルを用意してください。スポーツタオルを、フローリングのようなちょっと滑るところに、敷いていただいて、はい、このタオルの端っこに足を乗せてやります。で、乗せたら腰に手を当てて、あとは簡単です。下の滑る動作を利用して内側に閉じます。閉じたら今度は外に開きます。これを、どんどん繰り返して合計20回を1セットやってみたいと思います。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。滑る摩擦の抵抗によって太ももの内側が鍛えられ、キュッと引き締まって、細くなってくれます。ぜひ行ってみてください。はい、いかがでしたか。回数としては、20回を3セット行って、もしやるとしたら毎日行わないで中2日間そうですね、間を空けて筋肉を回復させてまた行うという形でやっていただくと、筋肉を回復させながら成長させてということができるので、しっかり引き締まった効果が現れます。まずはちょっと1ヶ月頑張って続けてみてください。はい、でこの脳科学ストレッチ TV ではいろんなストレッチのことやエクササイズ、また自分が考案した脳科学ストレッチのやり方など、いろんなことをちょっとお伝えしていけたらと思います。それなんで、もしよろしければチャンネル登録と、いいねをお願いいたします。